冠然と輝く快挙を成し遂げた。金銀銅メダルを独占、日の丸飛行隊伝説の始まりとなった。そして伝説の第2章は長野オリンピックジャンプ団体。メンバーは切り込み隊長に岡部隆信、第2ジャンパーは安定感抜群の斉藤博也、そして波乱の主役となった原田雅彦、ラージヒル金メダリストの船木和喜。降りしきる雪の中、1本目、第2ジャンパーの斉藤。さあ粘ってこい、粘ってこい、粘ってこい、粘ってきた。大ジャンプを見せた斉藤。第2ジャンパーを終えて日本はトップに立つ。続く原田雅彦。原田は4年前のオリンピック、金メダル確実という場面で失速、悔いの残るジャンプをしていた。今回のコンディションは最悪、しかしこの大会にかける思いは強い。厳しい条件の中、原田1回目79メートル50。続く船木も距離を伸ばすことができず、1本目を終えて日本は4位に後退。4年前の悪夢が脳裏をよぎる。そして2本目、原田と共にリレハンメルで悔しい思いをした岡部。130メーター以上欲しい。さあ低いく、飛行逆転でいった、伸ばしてくる、伸ばしてきた。大ジャンプだ岡部。起死回生の大ジャンプを見せる。そして原田、2位ドイツとの差は距離にして3メートル。失敗は許されない状況だった。待ち受ける仲間と家族たち。風は向かい風、いい風が吹いている。飛び上げますよ。 K 点以上を飛べばトップに出てくる。今度は高いか、大丈夫か、高い、4年前の雪辱を果たした原田。ラストジャンパー船木を待つ。船木、全ての思いを胸に船木が飛ぶ。全てこの人にかかってきた。よし、消えた、消えてきた、伸ばしてくる、伸ばしていくぞ。金メダルを獲得しました日本。後世に語り継がれる日の丸飛行隊の勇姿があった。